今回はヘッド要素の説明になります。ヘッド要素は文章に関する情報を記述します。ヘッドの中で使用できる要素としては、タイトル、メタデータ、スクリプト、スタイルシートなどがあります。それではヘッドで使えるタグを個別に見ていきましょう。まずはタイトルタグです。タイトルタグはブラウザのタイトルバーやページのタブに表示される文章の題名を定義します。次にリンクタグです。リンクタグは終了タグが不要です。リンクタグは href 属性で指定したリンク先との関係を定義します。 rel 属性、リンク先との関係性を指定します。タイプ属性、リンク先コンテンツの種別を指定します。次にメタタグです。メタタグも終了タグが不要です。メタタグは任意のメタデータを定義します。メタタグに指定できる属性はネーム属性、メタデータの種類を指定します。コンテント属性、メタデータの値を指定します。キャラセット属性、 HTML 文書の文字コードを指定します。次にメタデータの種類です。メタデータにはたくさんの種類があり、ネーム属性でメタデータの種類、コンテント属性で値を定義します。キーワード、文書のキーとなるワードを指定します。デスクリプション、この文書の説明文を指定します。メタタグはその種類の文だけたくさん書くことができます。メタタグの例はこのようになります。スタイルタグ、スタイルタグは HTML 文書のスタイルを指定します。一般的にはスタイルは外部のファイルに書き出してリンクタグの使用が推奨されています。最後にスクリプトタグです。スクリプトタグは HTML 文書のスクリプトを指定します。また外部ファイルをリンクすることもできます。タイプ属性、規定値はテキスト JavaScript で省略も可能です。 src 属性、 JavaScript を外部ファイルにした際のリンク先を指定します。今回は以上です。それでは。